こんにちは、ナフタロウです。ナーフフォートナイトレジェンダリータックを紹介します。2022年8月に日本のアマゾンから買ったんですけれども、1万円ぐらいだったので結構な値段しますよね。全長を測ったんですけれども、横77センチあって、かなりでかいですね。重さはそこまでないので、両手持ちでしたらお子様が持ち運ぶのも、まあ、別にそんなに苦じゃないかなって思いますね。まあ、ちょっとでかいので、振り回すと危ないかなっていう感じはするんですけどね。はい、ショットガン風の見た目でなかなかいい感じです。じゃあ早速外観見ていきましょう。右側ですね、こちらストックなんですけれども、収縮伸びたり縮んだりとかは特にないですね。プラスチックで一体成形なのか、ちょっとネジで留めてるのかわかんないんですけれども、全然たわみもなく、歪みもなく、いい感じですね。まあちょっとここプラスチックなので、あんまり押し付けるとちょっと痛いかなっていう感じはするんで。で、ナーフのロゴですね。グリップは持ちやすいですね。私大人おじさんなのでちょうどいいので、子供も どうなんでしょうね。ちょっと大きいのかなっていう感じもしないでもないんですけどね。はい、手取りがあって、こちらプライミングハンドルですね。ホッキングレバーといいますか、こうガシャがこうガシャこうやってトリガーで打つって感じで、こちらサイトですね。一応こことここで、まあ、ここにもあるんで、こんな感じで結構見やすいと思いますね。やっぱりスコープとかよりは、なんか視界が狭まらなくなってていい感じだと思います。この右側にあるこっちのこれなんですけど、私フォートナイトのゲームほぼやったことないのでわかんないので、ちょっと詳しい方コメントで教えていただければと思います。で、バレル部分にフォートナイトのロゴが書いてあっていいですね。銃口はメガダーツが発射されるのでかなりでかいですね。こっち左側ですね。左側はこう詰まった時取り出しやすく、ちょっとこうぽっかり穴が開いてるんですけども、これデザイン的にって感じはするんですけどね。右側ちょっとデザイン重視でそんな削ってないんで入れにくいですね。こっちから入れようとすると弾を、はい、こんな感じで弾入れは左側から入れる感じですかね。ロゴとかのマークは色は塗ってないですね。あとは同じって感じです。早速遊んでみましょうか。じゃあダーツ入れるんですけれども、ここからダーツ入れますね。こういう感じで回転していって、まあ見たまんまですね。それでプライミングハンドルでコッキングしてトリガーで撃つと。おお。おお。コッキングしやすいですね。軽いですね、これ。はい。で、初速も24とか25、これで出ちゃいますんでね。かなり強いですね。なんか最近のナフって X ショットに引っ張られて初速がどんどん上がってるような気がするんですけどね。気のせいですかねっていう感じなんですけど、じゃあスラムファイヤーできるかどうか試してみたいと思います。トリガー引っ張でコッキングしまくって打てるか実験です。おお、できましたね。スラムファイヤー機能搭載でございます。
とレジェンダリータックでした。いや、ショットガンのような見た目がめちゃめちゃかっこよくて、コッキングも軽いですね。で、打ちやすい。スラムファイヤーもできますので、瞬間的火力も強いですね。見た目よりは重くなくてちょっと長いんですけどね、扱いやすいと思います。ナーフ用のレールとかストックオプションつけられるとか全く拡張性はないんですけれども、こう見た目がですねかなりかっこいいですので、気になる方はコメント欄と概要欄にリンク貼っておきますので、ご購入を検討してみてはいかがでしょうか。結構な値段しますけれども、かっこよくて扱いやすいのでおすすめです。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それではまたお会いしましょう。バイなら。